おはよう、こんにちは、こんばんは、あんにょーん。アイズワンの全員ハイタッチ会、全員サイン会の第1次応募の結果が出ました。落選しました。はい、両方とも落選です。両方ともやはりね、間違ってたね。全部で1から6回まで応募があるんだけど、やっぱり1回目みんなが集中して応募したのかも。そんなね、予測もできるし、ちょっと1回目に応募したのは僕のミスだと思います。こんな感じで落選ってね、表示されます。きちんとね、落選のね、文字が書かれてます。まあ今回は、逆に当選した方が奇跡だったのかもしれないね。悲しいですけどね。まあこれは仕方ない。仕方ない。一枚で当たる方が難しい、うん。もう一つ結果が届きました。以前に応募した Mnet プレゼンツのコンサート。愛知県にある。キャパ6500で当選してましたね。予定通り当選してましたね。12000円ね、払ってきます。あれね、8月の30、31とあって、30日の分だけキャンセルできたので、31だけ応募し直したんですよ。31日はね、当選してました。できます。Mnet プレゼンツのコンサートに、ブエノスアイレスのね、また第二次応募があるんですけども、今回第二次応募は一番みんなが応募すると思うので、やめときます。第二次応募応募するのは。で、あと残り2枚。残り2枚応募券があるので、3、4、5、6のこのね、4つのどれかでね、応募しようと思う。今回の二次応募は、僕はやめておきます。また、荷物届きました。開けていきましょう。ウィズオン版がね、2枚届きました。ってことは、生写真も2枚入ってます。確認して見ていこう。チェオンが出なかったから、チェオンが出たらいいな。うん、じゃあ行きまーす。はい。あ、すごい、前回出なかったミンジュが出ました。とてもミンジュ、おしとやかな感じで。うん、綺麗ですね。え、一人も被ってないね、うん。全部違うメンバーは出てますね。最後の一枚です。でも、チャオンが出たら、モニョンに悪いから、複雑だね。はい。チャオンだ。チェオンです。どうです？チェオン。可愛くない？可愛いよな、チェオン。やっぱ僕は前回ウィズワン版でオニョンが出たんですよ。そして今回チェオンが出ました。僕をね、ほんとね、僕の心をもてあそびますね。オニョンに行こうかなーって思っとったら、チョーンが出て、あ、チョーン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 ってね、心がね、チョーンにね、傾く、このね、ゆらゆら、ゆらゆらってしてますね。僕は男としてね、ダメなんですよ。でもね、二人とも、大好きです。いや、オニョンの方が大好きです。チョーン、ごめんよ。あ、ダメだ、チョーンも好きだわ。二人が揃えました。よかった。
いい結果になりました。これ前回出たね、ボジョン。そしてこれ今回出たチェオンです。地上墓、残念なことにね、落選しましたけども、二乗墓はね、今回避けて応募しません。また3時、4時はどうするか分かんないけど、またそれ報告します。アイズワンを応援する気持ちはね、皆さん一緒です。でもね、お金、使いすぎないように。僕はね、通常版の CD を4枚買ってるんですよ。7000円ぐらいしてるので、また買い足したいって気持ちあるんだけど、ちょっとね、あまり買いすぎてもね、コンサートもあると思うので、計算しながらお金を使っていきたいと思います。皆さんもお金の計算はしましょうね。よかったら、チャンネル登録、動画の共有、高評価、よろしくお願いします。こんな、僕だけど、友達になりましょう。一緒に、アイズワンを応援していこうよ。ファイティング。それではね、また次回お会いしましょう。バイバーイ。